はい、どうも太一です。前回の動画ではニューマイクロソフトチームズを試してみた動画を公開しました。本当にこの2023年の3月っていうのはマイクロソフト365コパイロットの発表とか、マイクロソフトループアプリのパブリックプレビューの提供開始、そしてニューマイクロソフトチームズのプレビュー提供開始と盛りだくさんな月でしたけど、実はニューマイクロソフトチームズの1日前にアバターもプレビュー開始されたんですよね。今回はそのアバターの機能を試してみたいと思います。で、現時点ではプレビュー段階で誰でも使えるわけではないです。 Teams のデスクトップアプリをパブリックプレビューに切り替えられないと使えないんですね。切り替えができるできない、この設定は管理者の設定次第なので、もし使えない人はこの動画で少しでも体感してもらえればと思います。で、昨日まではアバターを作るアプリを入れてアバターを作ること、そこまではできたんですけど、会議にアバターを参加させるっていう機能はまだ僕の環境には実装されてなかったんですね。ところが今日会議にアバターで参加できるようになったので、急遽勢いで収録しているという感じです。じゃあ試してみますね。どうぞ。ではまずはアバターを作るアプリを入れたいんですけども、それには条件がありまして、まず現時点では新しい Teams だと試せないですね。なのでこの既存の環境ですね、既存のデスクトップアプリなんですけども、この状態でアプリを検索しても、出てこないんですね。なので何をすればいいのかっていうと、ここの点々から情報、そしてパブリックプレビューに切り替える必要があるんですね。はい、パブリックプレビューに切り替わりました。で、このパブリックプレビューのところのこのメニューがない場合は、そのテナントの多分管理者の人が使えなく設定してるっていうところなので、諦めるしかないのかなと思います。で、パブリックプレビューってね、ちょっとうまく言えないのでちょくちょく噛むんですけど、パブリックプレビューに切り替わった後に、ここからもう下にすでにあるんですけど、もうすでに僕は触ってるんで、でここで検索すると出てきますよという感じです。で、アバターをクリックするとアバターアプリが開いて、でこの中でアバタービルダーで作ることができるという感じですね。僕はすでに作ってるのでもうこの画面になってるんですけど、最初は多分なんかチュートリアじゃないな、なんかあったと思います、ちょっと忘れちゃったけど。で、まずは、ここアバターなんですけど、こう3つ登録することができるんですね。ペルソナっていうんだこれ。で、ちょっとね、この下半身がない、なんかテキテキみたいな感じなんですけどね。で、どうしようかな。まずここでもう一個追加してみましょうかね。まずこうやって作成をしようとすると、まずベースとなるアバターを追加することができますよと。で、これだけたくさんある中で自分となるべく似てるやつをこう選びましょうと。例えば僕だったら最初これだったんですね、毛がない人っていう感じで。で、今回じゃあちょっとこれをアバターを使うとして、で、まずはこうベースのアバターを選択して、でそこからもこれでもう別にいいよっていう人だったらこれでこのまま OK だし、ちょっとカスタマイズしようとするとここのカスタマイズをクリックすると、でそうするとまずカテゴリー的には体と顔と髪と外観、ワードロープってねよくわかんないけど、服とかなんですかねっていうのがあって、じゃあまず体型をどうしましょうかとか、これもすごいですね。なんか多分義手とか義足とか、足はないのか、義手とかそういうやつですね。ここら辺もさすがにこの多様性を意識した形なんですかね。で、お肌の色をこう選ぶという感じですね。はい、で次に顔、ここら辺は本当にいろんなアバターのものと同じで細かくこういう設定がこうできるという感じですね。補聴器なんていうのもあるんですね。で、髪もこういろいろ選べますよという感じですね。あ、いいですね、こういうの。あ、こんなに髪欲しいですね。なかなかすごいことになってきた。はい。で、口紅、ひげがあるからよくわかんないんですけど、怖。なかなかですね。なかなかやばいですね、これは。なるほどっていう感じですね。さすが、これもグローバルの企業のツールだからっていうところもあるんですけど、で服ですね、服もアンダーアウター
あ、帽子。あれ、これ帽子ダメなのかな。あ、いったいった。で、メガネ。っていう感じですね。で、これが、本当は嫌だけど、まあ、これで一応 OK にして、あれあれ、なんで勝手に変わったんだ。で、あ、まあ、戻してと。で、これで保存と。はい、こんな感じで、アバターですね。ここで、なんつってたっけ。あ、ペルソナって言ったのか。を、まあ、3つ、3人のバージョンを準備することができますと。で、これがアバターアプリでできる、まあ、アバタービルダーですね。好きな人だったら多分ここにすごい時間かけるんでしょうけどっていう感じですね。僕実はあんまり興味ないんで、最初のこれもう5分もしないで飽きちゃってっていう感じですね。で、あとはこの人も確かベースアバターそのままだったような気がしてっていう感じだったんですけど、まあ、こんな感じで作ることもできるよっていう感じです。で、アバターを作ったら、じゃあ早速、じゃあ会議に参加させましょうっていうところでどうやってやるかっていうと、はい、で実際に会議を参加するんですけど、まず会議に参加するときにこの画面あると思うんですけど、でここでカメラをオンにするとないんだけど、ここにカメラをオフにした状態だと現れてくるこのエフェクトとアバターってやつですね。でこれをクリックします。でそうするとこういう風な感じで出てくるの でさらにもっと詳しく、あ、じゃあもっと細かく設定したいんだったら、このその他のアバター設定ってとこをクリックすると、この右側にこうやって出てきて、でまずは3つ作ったやつの中から選ん でこのアバターの反応っていうのが面白いんですけど、こういうアクションが取れたりとかするんですね。で背景を指定して、でこのアバターのムードっていうのが顔ですね。顔、こっち向いてくれ、あ、こっち向いた、はい、こういう感じでこっち右に行けば行くほどちょっと笑ってる感じ、左に行くと仏頂面になるみたいな感じも設定できると。あとこのどっちの方向を向くかっていうところもこう選択できますよと。であとズームみたいな感じができますよと。でなんか一応なんかここのなんか実験的な設定っていうのがあって、今オンにしてるんですけど、これなんかPC のスペックに左右するから、ハイエンドマシンのみにオンにしましょうみたいなことが書かれていますね。でじゃあこのまま参加してみたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、なかなかすごいですけどね。はい、マイクをオンにすると、ああ自分が喋ると口が連動して動くみたいな感じにこうなってきます。これなかなか面白いですね。で次にリアクションなんですけど、リアクション、お、できた。これさっき試した時に連動しなかったんですけど、リアクションと自分のこのアバターの動きが連動するんですよね。これいいですよね、すごい。はい、こんな感じになってます。で次にじゃあこのアバターをさらにちょっといろいろ操作したいっていう場合は、その他からここにエフェクトとアバターがあるので、そうするとまたさっきの画面がこう出てくるという感じですね。でここで別のアバターに切り替えるといったこともできるし、でアバターの背景とかっていうのところはここでもまたこの会議の参加中にできるし、設定できるし、であとこのアバターの反応、さっきの反応ですね。でこれが、あ、ここか、すべてを表示ってやるとこんだけたくさんあるんですね。なかなかこれすごいと思います。でさっきもちょっと試したんですけど、もう結構楽しくて、はい、ロボットダンスとかってこんなこともできたりとかっていうこともあります。なので、このリアクションと連動するっていうところもあるし、リアクション以外にできるようなことっていうのがこうたくさんあるんですね。まあ、ちょっといかにも外国人っぽい動きなんで、日本人の僕たちになかなかこういうことしないとは思うんですけど、まあ、逆に面白いんじゃないかなと思います。これ実はクリック連打するとなかなかこう面白い動きになったりとかするんで
はい、いろいろこう試してみるといいんじゃないかなと思います。これもね、時間ですよみたいな腕時計をタップってね、腕時計ないんですけどね。で、ちょっとさっき見つけたんですけど、アバターの状態で実はトゥギャザーモードにすると、よいしょ、トゥギャザーモードのまま、トゥギャザーモードにもアバターがこう表示できるんですね。もうすでにこういうことができるようになってます。ちょっとね、今一人なんで寂しいんですけど、このまま、リアクションとかもできるような感じになってます。なので、このアバターの機能が展開されたら、5人とか10人とか、もっとなんか50人ぐらいでトゥギャザーモードでちょっとやってみるとかっていうのも面白いのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。直感的に操作ができて、いろいろとカスタマイズできると思います。自分と似たアバターをカスタマイズする人もいれば、自分ではなることのできないような容姿をカスタマイズする人もいるかもしれないですね。また会議に参加した後もいろいろアクションがあるっていうのもこれ楽しいですね。あとはそのうちカメラの動きに連動したりとかもできるんでしょうね。で、多分多くの人がオンライン会議にアバターで参加っていうところにはちょっと懐疑的かもしれないですね。もしかしたら抵抗感があったり、会社で禁止にしたいとか、自分のチームとか部下には禁止にさせたいなんて意見もあるでしょうね。でもマイクロソフトによると、 Teams の会議でカメラをオンにしている人は全体の 30% らしいですね。コロナ禍直後はオンライン会議マナーでカメラをオンにしましょうみたいなのがあって、僕も最初はそっちの意見だったんですけど、経験してきたら、まあ、別にどっちでもいいかなと思っています。よく対面会議だと相手の顔がこう見えないなんて状態はありえない、だからオンライン会議でも顔を出すべきだという意見もあるんですけど、必ずしもオンライン会議で全員がカメラをオンにしても対面の会議と同じ体験とは言えないですよね。一番の大きな違いは、誰が自分を見ているのかがわからないという状況です。対面会議だと自分が見渡せば誰が自分を見ているのかっていうのはわかると思います。でもオンライン会議だと画面の中の他の参加者のこの目線が、その目線の先に何があるかっていうのは分かんないですよね。でそういう誰かが自分を見ているか分かんない状況、これがずっと気を張った状態でこう続くんで、それが疲労感につながるという話です。まあ、そんな時にアバターが必要になるということですね。まあ、ぜひ毛嫌いせずに機能が使えるようになったら試してみてください。であとは早く一般提供開始されて誰でも使えるようになることを首を長くして待ちましょう。それでは素晴らしいマイクロソフト365ライフをお送りください。また次の動画で会いましょう。